これから台風19号災害から1年、河川災害に備えての座談会を開始します。テーマは台風19号災害から1年、水災害リスクに強い地域づくり、人づくりを目指してとさせていただきます。まず座談会へのご参加者をご紹介いたします。信州大学工学部土木工学科教授の吉谷淳一教授です。国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所の斉藤所長です。長野県危機管理部の竹内部長です。長沼地区住民自治協議会の西澤会長です。本日の座談会のコーディネーターは日本ペンクラブ会員でジャーナリストの森隆さんです。今回コーディネーターを務めさせていただく森と申します。本日はご多忙の中ご参集いただきましてありがとうございます。私はこれまで地震や豪雨災害といった自然災害、それと、それに伴って、民間のですね、保険というものをテーマに、取材をしてまいりました。そこで、そういったものをコラムとして書いてきたわけです。特に最近では日本各地の地震、津波の石碑を巡り歩いてですね、過去の地震伝承と、その地に伝わる逸話などをまとめた、石碑は語るという本を出したり、今年は、特に東日本大震災時のですね、地震保険、これの対策本部の指揮官たちのこう葛藤ですね、それをまとめた、決断というノンフィクションを出したりしております。さて、昨今は記録的豪雨による災害も後を絶ちません。温暖化の影響でしょうか、日本近海のですね、太平洋の海水面が非常に異様な高まりがある。50年に一度、100年に一度という豪雨が各地で頻繁に発生していると。そういうような状況があります。で、今回この台風19号1年という機にですね、この台風を振り返っていただいて、長野県民とか、ひいては全国の人々に、河川災害というものにどう立ち向かっていけばいいのか、それぞれのお立場やご経験からご意見を伺い、災害とが共存するこの日本における今後の備えに生かしていきたいと思います。吉谷先生からお願いできますでしょうか。はい。吉谷です。信州大学工学部で河川及び水資源に関する研究を行っております。工学キャンパスはこの長野市内犀川のすぐそばにあります。まさに大学のキャンパスのすぐ近くで大きな災害が出たということで非常に驚きました。今回の令和元年東日本台風を振り返ってみますと、まずその大きな洪水が発生した原因というのは、千曲川の上流、佐久市佐久穂町の山の方で猛烈な雨、連続雨量にして600ミリ近い雨が降ったことによります。その豪雨がおおよそ7時間かけて長野市内に到達しております。そのため、水位が急上昇して、不幸にも河川堤防が決壊して大きな被害が出た、そういうことが発生しております。過去の洪水を見てみますと、似たような洪水も過去に発生しております。それは昭和34年8月洪水。その時も、今回と同じように、佐久市佐久穂町の山で猛烈な雨が降って、同じように8時間かけて長野市に洪水が到達しております。ただしその昭和34年の洪水と令和元年の洪水を比較してみますと、まず雨の量が圧倒的に違います。昭和34年の豪雨は千曲川上流で降った総雨量は、400ミリ前後です。今回も600ミリ近く降っています。ですから令和元年の洪水は昭和34年の洪水よりもはるかに大きな洪水になったということであります。
で昭和34年8月当時の時に発生した被害を見てみますと、死者65名、全壊家屋がおよそ1400戸という大きな被害が発生しています。でそれを考えますと、過去昭和34年に、ちょっと小さめの洪水が発生したんですけども、令和元年よりははるかに大きな被害が出ているわけですね。我々はその千曲川の水位をやってきましたので、その効果は確実に出ているということは言えるかと思います。ただし、その昭和34年の大雨よりもはるかに大きな雨が降ったということで、運悪く被害が発生してしまった、そういうふうに考えております。ですので、災害に関して災害には上限がないということをよく言われますけども、まさにそれが示されたというふうに実感しております。台風19号の被害原因など、その辺をどうお考えになっているかお話しいただけますか。はい、被害の直接的な原因は浸水です。でその浸水というのは、千曲川から水が溢れて住宅地側が水に浸かってしまうということです。で土木学会の調査団でその辺の調査をしております。でその調査によりますと、千曲川沿線でその越水が発生した箇所が、数でいうと25箇所、その越水の面積を集計しますと27平方キロメートルという面積になります。でこれだけのところで、住宅地などが水に浸かったということ で、その中で一つ増やすのあたりで、堤防が決壊してしまったわけです。で堤防が決壊しますと、その通常の越水よりも大量の水が住宅地側に流れていきます。それによって被害がもう激甚化するということが発生します。被害の発生のメカニズムですが、建物が水に浸かるということで被害が発生します。ですから深ければ深いほど被害が大きくなっていくという、そういうメカニズムがあります。でそれ以外にもう一つ大きなメカニズムがあります。でこれはその河川の堤防が決壊した場合に発生します。河川の堤防、特に高い堤防が決壊すると、その河川の水がものすごい勢いで、住宅地側に流れていきます。で流速がものすごいです。で我々はそれを流体力というふうに言ってますけども、流速が大きいと、その例えば建物の壁に作用する力がものすごいんです。ですからそういう大きな流体力が建物に作用すると、もう建物はもう跡形もなく破壊されてしまいます。でそういう現象がですね、長沼地区の河川堤防の近く、だいたい堤防から300メートル程度の範囲で見られていました。そういうメカニズムで、被害が発生しております。ですから、をまとめますと、大きくはその深い浸水深で被害が発生するということと、ものすごい勢いの水で被害が発生する、主に2つのメカニズムがあると思います。吉谷先生にこの水害リスクについてお伺いしたいと思います。はい。千曲川っていうのは、山に囲まれた中をこう流れているわけです。でその川の周辺には盆地がいくつかあります。で我々はその盆地の中で住まいと生産の基盤を持ってそこに置いているわけです。 ですから、まず山で囲まれているということもあって、大雨が降りづらい、降りにくいっていう気象的な特徴があります。それは確かです。他の地域に比べると、大雨は降りづらいです。その一方で、その川沿いを開発して住まいにしておりますので、被害を受けやすい、非常に受けやすいという特徴があります。ですから、その両方を考えると、千曲川というのは、その洪水リスクが低いとはとても言えません。結局は、やっぱりリスクはあるというふうに言わざるを得ません。それから、この千曲川の特徴といいますのは、四川の犀川という川がありますけども、その犀川もものすごい大きな流域を持っているんですね。ですから、その犀川が合流する長野市やその下流の人たちがですね、千曲川上流だけじゃなくて、犀川から来る洪水も警戒しなければいけないということです。令和元年の洪水の時は、千曲川から洪水が来ましたけども、
もし台風の経路が違っていたら、犀川の方で大きな雨が降って、それが長野市に到達するということも十分考えられますし、過去そういう例もたくさんあります。で、場合によっては両方から大きな洪水が来ているそういうことを考えますと、その合流点より下流側というのは非常に高い洪水リスクがあるというふうに考えざるを得ないと、そういう状況になります。まあ、インフラの重要性について、いくつか述べさせていただきたいと思います。はい、学生にこの治水について説明するときによくある誤解がですね、いわゆるそのソフト対策、非構造物対策をすれば構造物対策はいらないんじゃないかというようなことを思っている人がいます。でもそれはやっぱり間違いで、構造物と非構造物っていうのは、まあ、役割が違うわけですね。で、例えば避難、非構造物対策の避難だとか保険っていうのは、その死者数をなくしたりだとか、復旧復興を手助けしたいというような、そういう面もありますけども、氾濫自体をその小さくする。防ぐってことは一切できないわけですね。で、氾濫をする確率を少しでも下げるためにはやっぱり構造物対策が必要になるわけです。やっぱり両方をこううまくバランスさせて、対策をこうしていかなきゃいけない。その辺をちょっと誤解しないでいただきたいというふうに思っております。以上です。はい。斉藤所長お願い。はい。千曲川河川事務所長斉藤と申します。どうぞよろしくお願いします。私はこの7月に千曲川河川事務所長を拝命しております。でその前は、国土交通本省防災課で災害査定官というところにございまして、昨年の台風19号の際には災害査定ということで長野県さんの方にもですね、お邪魔しまして査定の方をさせていただいております。台風19号につきましてですが、信濃川水系、まあ、千曲川流域からの信濃川の中流下流につきまして、攻撃にあたって甚大な被害が発生するということで、私ども国、流域内の関係機関、県、市町村も含めまして、連携しまして、調整を進めまして、信濃川水系緊急治水対策プロジェクトというものを、今年の1月に取りまとめてございます。これによりまして、河川整備によるハード対策、あと地域連携によるソフト対策、これを一体的かつ緊急的に進めるということで、令和9年までの間で、再度災害防止軽減、また逃げ遅れゼロ、社会経済被害の最小化を目指して、現在、いろいろな、ことを実施をしておるというところでございます。千曲川河川事務所としてですね、台風19号前後のご対応はどんな感じだったんでしょうか。はい、私どもではですね、堤防調査委員会というものをですね、立ち上げております。これは何かと言いますと、被災の原因、この堤防決壊の原因、またこれから復旧、どう復旧にして復旧すればいいか、まあ、そういった方法を検討するということで堤防調査委員会というものを設けております。吉田先生にもですね、委員で、入っていただいております。で、まあ、この委員会でも検討した結果、この堤防決壊の原因は、越水と、越水による破壁、あ、越水による決壊ということで、推定されるということでございます。で、あと、現地の方はですね、この決壊いたしまして、約70メーターの区間の堤防が決壊してございます。で、決壊の発生当日、これ、令和元年10月13日、でございますが、決壊発生当日から、緊急復旧工事というものを着手してございます。で、この緊急復旧工事ですが、10月17日、4日後ですね、4日後の10月17日に、仮堤防を完成してございます。そしてその後ですね、10月30日にはですね、応急復旧工事、これは高野板仮締め切り堤防という情報、高野板を二重に打って締め切り堤防を作ると。こういった工事が10月30日は完成してございます。その後、本復旧ということで、その70メーター前後の、区間も合わせた140メーター、これを決壊区間と言っていますが、それにつきまして、堤防の復旧工事、これを引き続き、施工しまして、今年の6月10日にですね、復旧工事が完了してございます。でなおですね、この越水した、決壊した区間を含む越水区間につきましては、
決壊しにくい、越水した場合でも決壊しにくい粘り強い堤防ということで、まあ、現在、検討中でございまして、これも施工していきたいということで考えてございます。その時の情報、私どもでどういった情報を、発信していたかということについてでございますが、まず洪水予報というものを私ども発表してございます。これは気象台と、まあ、連携をいたしまして、自治体または報道機関を通じまして住民の方々に洪水の状況をお知らせするということでございまして、気象の方は気象台で、河川の情報につきましては私も河川事務所の方で情報を発信してございます。でこれにつきましては、各段階、まあ、氾濫注意水位とかですね、あと避難氾濫水位、あと氾濫危険水位、あと氾濫の発生というような情報のレベルがございまして、レベル5までございます。このレベルに応じまして、その都度、発信をしてございます。で、その他ですね、私どもの、千曲川河川事務所長からですね、各市町村長さんに、ホットラインということで、氾濫警戒情報、あと氾濫危険情報、まあ、こういった、北信用信用の時期も、ホットラインを通じまして、各の市町村長さんにもですね、どういった状況かということをお知らせしてございます。今後の、まあ、河川の治水対策についてお伺いしたいんですが、気候変動とですね、洪水のリスクがもう山頂として載せられておりましてですね、今世紀末のですね、気温が2度上昇すると、洪水の発生頻度が約2倍、4度上昇すると約4倍になるという、推測が出ているんですが、まあ、そうした中で短期的、中期的、長期的なですね、河川の治水について、斉藤所長、いかにお考えでしょうか。はい、ですね、私どもの国交省の方でもですね、気候変動を踏まえた 水災害対策のあり方についてということで、社会資本整備審議会の方で、審議をいただいてございまして、その中で、あらゆる関係者が、流域全体で行う持続可能な流域治水への転換ということで、これ今年の令和2年7月にですね、答申をいただいてございます。で、この流域治水ということでございますが、この流域治水への方向性ということを打ち出してございます。これは何かと言いますと、近年の水災害による甚大な被害を受けたということでございますが、施設能力を超過する洪水が発生するということを前提に、社会全体で洪水に備える水防災意識社会の再構築を一歩進めまして、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえまして、あらゆる関係者が共同して流域全体で行うということでございまして、流域治水への転換を推進し、防災減災が主流となる社会を目指すということを目指すということでございます。圧迫のイメージというところでございますけれども、まあ、その氾濫をできるだけ防ぐ減らせの対策としましては、まあ、例えばでございますが、周水域につきましては、まあ、雨水貯留機能の拡大とか、あと河川区域におきましては、まあ、流水の貯留とかですね、あと、まあ、流下の、まあ、稼働を、器を広げるということとか、あと氾濫水を減らす、これは千曲川でも実施しますが、粘り強い堤防を、まあ、堤防強化していくといったような施策でございます。で、2番目の被害対象を減少させるための対策ということでございまして、これは氾濫域の対策が主にございます。で、リスクの低いエリアへの誘導とかですね、まあ、住まい方の工夫、あと浸水範囲を減らすということで、例えば2000堤の整備とかですね、自然堤防の保全とか、こういった施策でございます。で、3番目の、被害の軽減、早期復旧、この時の対策と。ということでございますが、これも氾濫危機の対策ということで、土地のリスク情報の充実とか、あと避難体制を強化するとかですね、あと、経済被害の最小化ということで、まあ、工場とか建物の浸水対策とかですね、BCP の策定、あと住まい方の工夫ということとか、あと、被災自治体の支援体制の充実、例えば官民連携によって、まあ、テックフォース、排水強化、あと氾濫水を排除するということで、まあ、排水機場とかですね、そういったものの強化。といったことをですね、今後推し進めていくということが、まあ、事務所の施策としてございます。以上です。ありがとうございました。